ブラジル宇宙機関のロゴブラジル宇宙機関は、ブラジルの宇宙機関。宇宙開発を担当する国家機関であり、ラテンアメリカ諸国で随一の規模と実績を持つ。ブラジル空軍と共同管理するアルカンタラ社長を拠点とし、VLS-1 ロケットなどを運用している。国際宇宙ステーション計画にも参加している。2008年度の予算は、約2億1300万 US ドル。 アメリカ合衆国をはじめとして、ウクライナ、イスラエル、アルゼンチン、中国、日本との協力関係を結んでいる。1961年から1993年までは、ブラジル空軍が宇宙開発計画を担当していたが、文民のブラジル科学技術省に移管されることとなり、ブラジル宇宙機関が1994年2月10日に設立された。民生分野では、 科学技術省のもとに国家宇宙事業委員会が設置されていた。1971年に軍と民政の委員が加わり、ブラジル宇宙事業委員会が設立され、国家安全保障会議のもとに置かれることになった。コビーの長官には国軍参謀本部の長官がつくことになり、ブラジル総合宇宙計画の策定取り組むことになった。また、クニーは1971年に、 ブラジル国立宇宙研究所に再編され、衛星を開発し、宇宙と気象学の研究を担当することになった。以降、ブラジルでは大まかに、宇宙開発のうち射場とロケットを軍が、人工衛星や科学技術研究を民生が行うようになった。1980年代には大統領であった、ジョゼ・サルネの地元である、マラニオン州のアルカンタラに、アルカンタラ射場が作られ、ここから、 打ち上げが行われるようになった。アルカンタラ車上は1990年2月21日から使用が始まった。開発には4億7000万ベイドルが使われたとされている。この車上は世界で最も赤道に近く、赤道からわずか2.3度南でしかない。この特徴は静止衛星の打ち上げにとって非常に恵まれている。例えば、 赤道から近いという特徴によって、ケネディ宇宙センターと比較して25%の燃料を節約することを可能にしている。マクビーをより確実に民間に移行するために1994年2月10日、ブラジル大統領イターマル・フランコは、ブラジル宇宙機関の設置に合意した。これによって、宇宙開発は国防省から科学技術省主導に転換され、単なる諮問機関となり、 委員のいなかったコビーに変えてエブが設置された。半分自治の政府機構であるエブは独自の職員を保有し政策の実行に責任を負っている。エブは大統領直属の民生分野の人材に引き入られることになっている。またエブはアメリカ政府からの批判をそらすために創設された。アメリカはブラジルの宇宙開発の中でティとインペに金融的。 技術的支援に始まり、中心的な役割を果たしていた。1966年、アメリカは観測ロケットを提供しており、これはブラジルによって打ち上げられている。これらの技術をもとに、ブラジルは大型のロケットを開発していた。しかし、アメリカ政府は、マクビーに、ブラジル軍を巻き込んだ状態に警告を示しており、これを避けるためにもエブが設立された。 2003年8月22日、アルカンタラ社場にて、VLS-16。2006年3月30日から4月8日に、ブラジル空軍パイロットであるマルコス・ポンテスが、ソユーズに登場し、国際宇宙ステーションに滞在した。彼は、ブラジル人初の宇宙飛行士となった。ブラジルは現在カナダ、欧州宇宙機関、ロシア、フランス、中国などと協力している。なお、 アメリカはこれらの機関にブラジルを通して技術が流出することに神経を尖らせている。ブラジルは現在も日本やイスラエルのように新しい協力相手を探している。ありがとうございます。